今日は、韓国のですね、まあ、職業のその名称ですね、肩書き、それを、省略したその名称がよくドラマでできたので、それについて紹介したいと思います。まず金病ですけど、金とは、まあ、金さんのことですね。金氏、金さんのこと。それで病というのが何かというと、実は病のさ、これ弁護士のことなんです。ですから、金弁護士というときに、金ピョノサとは言わないで、この金ビョンと、まあ、このように省略して、言う、相手に対してその名称を言うことが結構ありました。同じく、次が、イーボン。まあ、これ何かというと、イーというのはこの D さんですね。D さんですけれども、D 氏ですが、この、本部長、本部長という、その肩書きを省略してイーボン、イーボンというふうに言っています。次がパッコン。パッとはパクさんね、ボクさんですね。そしてこのコムというのはコムサー、検事の、略です。ですからパッコンと言ったら、パッ検事と、それの省略形ということです。